はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回も週間棋戦速報をやっていきたいと思います。まず棋王戦挑戦者決定トーナメントから見ていきます。こちらは石川四段、久保九段、糸谷八段、丸山九段、広瀬八段、木村九段、そして永瀬王座、飯島七段がベスト8進出ということになりました。永瀬王座対飯島七段戦では永瀬王座が勝ってベスト4進出ということになりました。このトーナメントで、優勝した人と、敗者復活戦で勝ち上がった人が変則2番勝負を指して挑戦者が決まるという仕組みになっております。ということで続きまして NHK 杯 A ブロック見ていきたいと思います。こちら深浦 NHK 杯対松尾八段、そして屋敷九段は2回戦山本四段に勝って見事に突破となりました。で、青島六段は糸谷八段に勝って2回戦突破、そして山崎八段は広瀬八段に勝って2回戦突破となりました。で、続きまして右に行って羽生九段は佐々木五段に勝って2回戦突破、そして渡辺名人は増田六段に勝って2回戦突破、そして、高野五段対久保九段で2回戦で、斉藤八段対谷川九段で2回戦という形になっております。続きまして NHK 杯 B ブロックですね。左上から行って稲葉八段が本田五段に勝って2回戦突破、渡辺五段は千田七段に勝って2回戦突破、そして豊島竜王は畠山八段に勝って2回戦突破、杉本八段は佐藤康光に勝って2回戦突破となりました。この結果、稲葉八段対渡辺五段、そして豊島竜王対杉本八段の対戦が決まっております。そして右上に行きまして永瀬二冠対、こちらは王座ですね、永瀬王座対大橋六段、そして藤井二冠対木村九段、斉藤四段対、佐藤天彦九段、そして佐々木七段は行方九段に勝って2回戦突破ということになりました。ということで続きまして JT 杯見ていきたいと思います。こちらは永瀬王座と豊島竜王が見事に決勝戦進出ということになりました。で、決勝は永瀬王座対豊島竜王ですね。続きまして激闘の王将リーグ見ていきたいと思います。こちらは豊島竜王が木村九段、藤井二冠、そして広瀬八段を破って見事に3勝0敗で首位に立ちました。そして羽生九段が佐藤九段に大逆転勝ちして2勝0敗と、こちらも全勝キープとなりました。この2人が引っ張っていく形になりそうです。そして永瀬王座はまだ1局しか消化していないんですが、佐藤九段に勝って幸先のいい白星スタートとなりました。で、藤井二冠が意外なことに、0勝2敗と連敗スタートになってしまったんですが、年度内の三冠は厳しい状況になってまいりました。ということで続きまして藤井二冠の今後の対局予定見ていきたいと思います。まず10月21日に順位戦 B 級2組村山七段戦で、こちら過去に一度対戦があって敗れております。なので非常に厳しい相手ですね。そして10月26日王将リーグ永瀬王座戦、29日は佐藤九段戦、そして11月2日広瀬八段戦と、王将リーグが3局連続であるという形になっております。そして11月11日順位戦 B 級2組北濱八段戦、11月20日王将リーグ木村九段戦、12月16日は順位戦 B 級2組野月八段戦、1月6日は中村九段戦、2月9日久保田七段戦、3月10日は中村太地七段戦というふうに順位戦が決まっております。日付未確定な対局としては NHK 杯戦木村九段戦、そして銀河戦、もし勝ち残っていればですが、銀河戦などの対戦があると、そういう形になっております。銀河戦は公表されているので言ってしまいますが、準決勝木村九段戦が決まりました。解説者が羽生九段ということで非常に楽しみですね。ということで続きまして女流棋戦概要を見ていきたいと思います。まず王座戦は里見四冠が伊藤三段を下し挑戦者になりました。10月28日に開幕いたします。里見四冠対西山三冠というゴールデンカードですね。続きまして王将戦は、室谷三段が西山王将を見事に破って1勝1敗のタイとなりました。で、第3局は30日に行われます。続きまして A 級順位戦見ていきたいと思います。斉藤八段が4勝0敗と首位を快走しておりまして、1敗で佐藤天彦九段、佐藤康光九段、糸谷八段、豊島竜王が追うという格好になりました。で、羽生九段は1勝3敗となりまして、挑戦どころか少し残留が危ない状況になってまいりました。竜王戦7番勝負と並行して戦うこの順位戦ですが、果たして
残留できるかどうか、なんとかね、ファンとしては残留してほしいなと心から祈っております。そして B 級1組順位戦は、永瀬王座、山崎八段が見事に全勝をキープということになりました。で、郷田九段は全勝対決永瀬王座に敗れて一歩後退なんですが、まあ4位との差がかなりあるので、まだまだ十分昇級のチャンスあると、そういった格好になっております。で、永瀬王座、郷田九段、山崎八段以外は全員3敗以下ということで、まあ、この3名が昇級枠2つを争う格好になりそうです。ということで、続きまして B 級2組見ていきたいと思います。中田八段、藤井二冠が4勝0敗で全勝で、1敗で中村治九段、横山七段、北浜八段、佐々木勇気七段、そして久保田七段が追う展開となっております。ということで、続きまして C 級1組順位戦見ていきたいと思います。まあ、こちらは4勝0敗で増田六段、そして高崎六段、1敗で日浦八段、小森五段、そして石井六段、同じ、あと隣五段、青島六段、そして片上七段が続いております。 C 級2組は前哨が黒田四段、伊藤新 TV でおなじみ伊藤慎吾五段、そして服部四段が前哨となっております。そして1敗が佐々木大地五段、大橋六段、そして佐藤慎也七段、他多数というふうになっております。続きまして個人成績部門見ていきたいと思います。こちらは対局数では永瀬二冠が36局で、2位で豊島竜王30局、そして3位で藤井二冠で、渡辺四段が28局で続いております。勝ち数ランキングでは永瀬王座が25局で25勝で1位で、2位が藤井二冠22勝で、3位が渡辺四段、そして佐々木大地五段20局となっております。20勝となっております。続きまして連勝は服部四段が12連勝で、松尾八段、藤井二冠10連勝で続いております。勝率ランキングは服部四段が8割3分3厘15勝3敗という見事な成績で1位で、2位が藤井二冠7割8分6厘22勝6敗となっております。藤井二冠はデビュー以来ずっと勝率8割以上という、3年連続で勝率8割以上という素晴らしい記録を残しておりますが、果たして4年連続になるかどうか注目しております。このままだとちょっと8割割ってしまうんですが、まあ、調子を取り戻してくればまたどんどん勝ち星積み重ねて8割に届くと思いますので、注目して見ていきたいなと思っております。ということで、八大棋戦概要を見ていきます。まず王座戦は永瀬王座が3勝2敗とフルセットの末久保九段を破って防衛となりました。まあ、そして叡王戦ですが、まあ、ちょっとまた来期やるかどうか危ぶまれていたんですが、まあ、なんとか来期もやるということで楽しみですね。そして竜王戦は豊島竜王が第1局で52手の竜王戦史上最短手数で先勝いたしました。第2局は22日に行われます。続きまして来週の主な対局見ていきたいと思います。10月19日は順位戦 A 級佐藤天彦九段対稲葉八段戦、棋王戦挑戦者決定トーナメント丸山九段対糸谷八段戦、10月20日は順位戦 C 級1組一斉対局、そして王将リーグ永瀬二冠対木村九段、銀河戦決勝トーナメント木村九段対中村太地七段、そして10月21日は順位戦 B 級2組一斉対局、ここで藤井二冠対村山七段戦もございます。10月22日と23日は竜王戦第2局豊島竜王対羽生九段、そして10月22日は棋王戦挑戦者決定トーナメント久保九段対石川四段、あと銀河戦決勝トーナメント橋本八段対糸谷八段戦もございます。そして10月23日は順位戦 A 級佐藤康光九段対三浦九段、棋王戦挑戦者決定トーナメント木村九段対広瀬八段戦が行われます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。